みんなが打てない時に特殊なバッターとして出ていく。野手はレギュラーをつかむというのは非常に大変なんですね。外野に関しては厳しいジャイアンツですね。守備はこうじゃないから、こんなに違うからね、こんな違う。江川卓の高され。今回は巨人の外野手争いについて、はい、まずルイス・ブリンソンという選手を調査中との報道がありまして、はい、メジャー通算で357試合の出場で28本打っていると。強肩の選手で、立浪監督も調査していた選手ですと。はい、そこに加えて長野選手であったりとか、まあ、現役ドラフトでオコイ選手であったりとか、今回のドラフトでドラフト1位、ドラフト2位の浅野選手、萩尾選手も外野手で、加えて増田陸選手も去年から外野に挑戦していたりと、外野手はまあ一体何人揃えるのかといったところで、あとはどういうふうにスタメンになっていくのかと。はい、まず長野選手は、頭から出ることはちょっと考えられないので、もう代打ということでいいと思います。大事な時の代打要員だと思います。だから外野手の中のカテゴリーには僕の中では入らないですね。もう私が決めるわけじゃないと言ってますけど長野選手は大事な時に代打なので、まあ、最初からなんか守ってるってことは多分ないだろうなと。よっぽど長野選手が打ってる左バッターとかピッチャーがいれば別ですけど、それ以外は通常だと7回8回の代打で出てくるケースがあるんじゃないかなと思いますね。特殊ですからね、ちょっと、真ん中外寄りの届かないところをバッターボックスからすごく離れたように届くっていうバッターなので、ちょっとみんなが打てない時にこう特殊なバッターとして出ていくっていうスタイルになるんじゃないかと思いますね。問題はこのオコエさんと浅野さんと萩尾さんですか。はい、新しく入ってきた選手でいうとそうです、ね。はい、この3人にはきついですね。これから、レギュラーを作っていかなきゃいけない。まあオコエさんは球団変わって期待されて来るわけですから頭から出たいでしょうけど、それにしては競争相手がすごいですからね。そうです、昨年からいるメンバーでと、ウォーカー選手であったりとか、丸選手、松原選手、重信選手とか、石川慎吾選手とか、はい、はい、で交渉者の中には梶谷さんとかもいますしね。そうですね、秋広さんとかすごく期待されている選手もいますしね、はい、それからメジャーのルイス・ブリンソンさんを取るかもしれないっていう話ですから、通常考えるとちょっとこうウォーカーの守備をどうするんだっていうのはちょっとありますけど、バッティングで考えたら、まあ、ウォーカー丸が決まりでしょうからね。1個しか枠がないっていうことですから、その枠をどう取っていくかっていうことなので、そこで外国人の人を取られたら、オコエさんと浅野さんと萩尾さんはやっぱりなかなか出る機会がない。出る機会がなかったら活躍することができないっていうのはプロ野球の世界ですからね。これ非常に厳しいでしょうね。と同時にその他の方もきついですよね。枠が2つあればあれですけど、1つしかないんですからね。これはやっぱきついでしょうね。なかなか、やっぱりウォーカーと丸がホームランが20本以上打ってますんでね。20本以上打てる選手ってそんなにプロ野球の中でも何十人もいるわけじゃないので、故障だけしなかったら選ばれるでしょうから、そこを抜いていかなきゃいけないんですからね。非常にきつくなると思いますし、来年1年活躍しないとまた次にドラフトで入ってくる人がいるわけですから、まあよく古いと言うんですけど、こう古いっていう、まあ古い話なんでみんな分かんないんですけど、古いはね、こういういろいろこうやって洗い物どん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 こう細かくしていくんですけど、プロ野球っていうのはこの古いがどん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 、なんか目ですね、古いの目っていう、こういうそれがどん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 大きくなっていくという表現を我々するんですけど、最初は細かいのでやっても古いを伝わらないんですけど、そのうち何年もやってるとどんどんそれがでっかくなっていくんで、落ちてしまったらもう引退とか、まあトレードになったりするっていうことなので、非常に1年1年非常にきつい世界なので、もう野手はレギュラーをつかむというのは非常に大変なんですね。だから古くはよく言いますけど、中畑さんが三塁やってて、原さんと篠塚さんがどっちかセカンドやるんだっていうところでやってたら、中畑さんが怪我をされて、で中畑さんが休んでるうちに原さんが三塁に行って、セカンドが篠塚になり、ファーストが中畑さんになるわけですから、これは難しいんですけどね。一生懸命やってるからそういうことが起きるんですけど、そういう
こともチャンスというふうに思わなきゃいけない世界なので、なかなか打席出た時にカーンとホームラン打ったからレギュラーっていうわけにいかないので、なかなか野手の場合はレギュラー取るのは難しいですね。だから非常にこう新戦力、新加入の若手には外野に関しては厳しいジャイアンツですね。巨人がこんだけ外野手をこう揃えているっていう狙いであったりとか、どうしてこんなに外野手の補強をかなりしているのかなっていうのふうに思うんですけども、まあジャイアンツっていうのは非常にこうある意味ではあの資金があるので、みんないても大丈夫っていう球団ですから、他に立浪さんがさっきあのルイス・ブリンソンさんを欲しいと、まあバッティングが今俊一の場合は少し打線が弱いので強くしたいっていうところで、まあね、狙っていくぐらいの選手なわけですから、中日に取られるとやっぱり中日の打力が上がったらジャイアンツはやっぱ苦戦するっていうことで、ピッチャーいいですからね。そうなってくると、ああ中日に持ってかれるんだったらうちでやっぱり抑えときたいなって気持ちにジャイアンツの場合はなるんでしょうね。そういうことが、まあ、できて、まあ、今までいるということですよね。 できているけども逆にマイナス点は若手はなかなか出る機会がないっていうことになりますよね。逆にね、そこがジャイアンツの非常に強いところと弱点っていうか、その若手がなかなか育たないっていうのはそういうシステムによるものなので、これはいいか悪いかっていうのは非常にこう難しいところですけど、ジャイアンツは他に戦力が行ってしまうと非常に少なるので、そこはやっぱりうちに持っていった方がっていう考え方がありますよね。それと、まあ以前江川さんがおっしゃっていたように、ウォーカー選手と丸選手が決まっているとしたら、うん、あと1人調子のいい選手が入って2、3ヶ月ぐらいでまた調子のいい選手にこう変えてみたいな、はいはい、あの、はい、まあ、今年のピッチャーみたいなもんですよね。ピッチャーの新人が8人勝利したんですけどね、8勝利したんですけど、その人たちはやっぱりいいなと思ってもだいたい2ヶ月ぐらいだとやっぱり登板何回ありますかね、今だと7、8回ぐらいですかね、やるとやっぱりへばるんですよ。どうしても毎試合全力で投げていって1年間持つっていうのはなかなか持たないので、そうすると2ヶ月ぐらいでどん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 次のピッチャーが出ていくっていう、気が付いた時には最後は主力のピッチャーがいなかったっていうのがジャイアンツなので、それが野手もそういうことになるかもしれないですよね。あの大事な時にウォーカーを変えなきゃいけないですから、守備がウォーカーは多分これから先良くなるかっていうと、こんだけ練習やってるのにバックホームするとき1回しか行かないからね1回アウトしましたけどね、はい、ノーバンで来てね、はいはい、これは守備走塁の担当の方もきついでしょうけどね、亀井さんがやるのかな、まだやるんだろうけど、教えるんでしょうけど、そのボールが来たときはやっぱ焦りますからね。練習では余裕持って投げるんだけど、これはまあブルペンと一緒ですよ。ブルペンでものすごいいいボール投げて試合行ったら投げられない人いっぱいいるんですけど、もう試合になったらランナーの前に目の前に見えるんで、練習ではパッといいボール行くけど、やっぱ焦るから行かないっていうことがいっぱいありますからね。そういう意味では、まあ、ウォーカーは打席回らなくなったら守備では入れるでしょうけど、守備だけ入っていたんではレギュラー取れませんから、それはこの新しく入った新人2人と小江さんにはちょっと難度は高いなと思いますね。ありがとうございます、はい、であと外野手のところでもう一つ、はい、丸選手の負担を軽減するために来季からセンターからライトへ原監督の構想としてあるようなんですけども、ほう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 、まあ非常に守備の上手な人でね、スライディングキャッチがもう年間すごいじゃないですか。だからセンターにいるとボールが見えるんでね、追っててしまうっていうことがあるので、それをもうまあ、丸さんもある程度の年齢になってきたんで、少しこう気を使って故障されたんじゃ困るんでっていうことですよね。だから、まあ、坂本さんの腰みたいな話でね、あの腰が悪い中でこう頑張って出てるわけですけど、それと同じようになかなか無理しないようにっていうことになると、まあ、あのセンターっていうのはピッチャーとキャッチャーが全部こうどこ投げてるか分かりますから、どっちに来そうだっていうのをいつも言ってるけど、センターの人は投げる前に動くっていう守備範囲の柱が広いですよね。センターバックみたいな話、サッカーで言うと詳しくないけど、ね、攻撃参加したり守備的ミッドフィールダーなんだか分からないんですけど、そういうぐらいすごい動くじゃないですか。だから今回はメッシにするんでしょうね、あまり動かずに得点の時だけやるっていうみたいな、ね、ワールドカップも入れなきゃいけない話に入れなくてもいいんだろうけど、エムバペからあのメッシになるみたいな感じじゃないですか、例えがどうなんだと思いますけど、ね、
あのワールドカップも見てるぞっていうことを別に言ってるわけじゃないんですけどそのぐらいだから大変なことで、少しこうライトレフトはそんなによく見えませんから、キャッチャーのサインっていうのは、だから打球が行ってから動けばいいんで、この守備範囲は少し狭まるでしょうからね。まあこれはまた仮なんですけど、ライトが丸選手でレフトがウォーカー選手だとしたらセンターが空くので、ある程度やっぱり守れる、まあ打てるのも重要だと思うんですけど、守る選手っていうのも、まあそうなりますよね。丸選手の動きを少し小さくしようとするわけですから、あとウォーカーですからね、センターからレフトが広くなる、ヒットゾーンが広くなるということですから、その分センターが足が速い守備の広い人じゃないと、あのジャイアンツの失点が増えるっていうことですよね。だってレフト側に飛んだら全部ホーム回りますからね、これ今はどんなにやったでも回りますから、はい、はい、これウォーカーがですね、面白いんですけど、23本打ってね2割7分打ってるんですよ。これもし2割5分来てたらウォーカーがもしかしたら契約してないかもしれないよね。2割7分っていうすごくいいところ、もう2割7分ってやっぱすごいですから、それで23本打ったからやっぱりこうレフトで使わざるを得ないっていうか、でも面白いですよ。ウォーカーが2割7分1厘ですよ。丸さんが2割7分2厘ですから、打率一緒ですよ。でホームランがウォーカーが23本で丸が27本、打点がウォーカーが52で丸が65、あんまり変わんないんですよ。でもイメージは丸はとっても守備が上手で、ものすごくヒットを打っていいところで打って3割ぐらい打ってるって感じじゃないですか。ウォーカすっごいホームランですけど、なんか2割ぐらいしか打ってないで、守備行ったらもう全部ホーム帰っちゃうよっていう、この比較って数字だけ見たらこうなのに、丸とウォーカーってこうですよね、イメージイメージ。うん、僕はウォーカー聞いてたらごめんなさいね、我々多分みんなそういう感想だと思うんですけど、でも一緒ですよ成績は。これ守備だけは違うだけですよね。うん、守備はこうじゃないから、こんなに違うからね、こんな違うというところが面白いっていうことで、野球って打つだけじゃなくて、やっぱ守りっていうのはすごく大事になって、その原さんがそういう発表したのであれば、うわーこれピッチャー投げるとき右バッターで引っ張られるの嫌だなと思うし、左バッターで流されるの嫌だなともう思って投げますからね。でこれ一個思い出した、今思い出したのは、ちょっとこれ言っていい方は分かんないんですけど、ある球団であるエースの人が、あのサード戦に、あの、まあ、もうちょっと具体的に言った方がいいな、右ピッチャーなんですけど、ある人右ピッチャーなんですけど、その人がその落ちるボールを投げるので、右バッターが引っ張るとサード戦に飛ぶんですね。そのサードの方があまり上手じゃなかったんで、そのエースの方が監督によってサードを変えたケースがあるんですね。変えてくれと、俺の時はサードをちゃんと取って一塁アウトにする人にしてくれっていうぐらい言ったっていう、もう昔の話ですよ、あるので、そういうことが、ウォーカーとセンター誰なのか分からないけど、あれってそれ引っ張られたら三塁打になるじゃんみたいな、左中間の三塁打ないよねっていう、左中間は二塁打でしょって、右中間の三塁打は俺は納得するけど、左中間で三塁打はねえだろうっていう、でヒットこっちに打ったら絶対行ってんだからね。あとは、まあ、シングルで抑えられるものが二塁打になってしまう、もうこともありますからね、ちょっと横行ったら無理やり走るだろうからというマイナスも起きますよっていうことを考えますね。今回はですね、ジャイアンツのいろいろなこう外野手のいいところ、それから難しくなるところっていうお話をしましたですね。今回 の、 あのチャンネル登録お願いは、兵庫県の方でございます。兵庫県というとやっぱり野球選手は、別所さん、それから巨人の土井さん、村山さん、ヤクルトの古田さん、坂本選手とかですね、素晴らしい、田中将大さんも鈴木圭司さんもすごいですね、ものすごい、やっぱり兵庫県ってあれですもんね、甲子園あるんですもんね、そういう野球のもう本当にこう元となる県と言っていいと思いますけど、今回のチャンネル登録ぜひ伸ばしていただけるとありがたいと思います。兵庫県、温泉は有馬温泉でございます。食べ物はあの但馬牛とか、好きなものがございますね。今回兵庫県の皆さん、ぜひ、石川県すごい伸びたそうでございますので、
対抗するわけじゃないけど、ね、ぜひ兵庫県よろしくお願いいたします。チャンネル登録高されでございます。